はい、ルグムさんのコーでございます。この動画はですね、再び、ディ・アルフィさんについて語ろうと思います。タイトルにもあるように、ディ・アルフィはクオリティの高いファミレスということで、どういうことかっていうのをね、やっていこうと思います。クオリティの高いファミレス、はい、その意味が、こちらに書いてますけども、上からいきましょう。もうすぐ3000本のライブ数、今年で6周年で、去年で2800本かな、のツアーで、もうすぐですね、もうちょっとしたら3000本のツアー数を達成ということで、年間に直せば、割れば平均60から70ということでですね、今はちょっと減ってると思うんですけど、もうちょっと10年とか20年前ですと、もう年間100本ぐらいのツアーやってるんじゃないかというような、感じになります。この数がすごいですね。それをですね、休まずにやり続けてるというところが本当にすごいなと思いますね。これなかなかね、こういうアーティスト、バンドではいないと思いますけどもね、3日に1回コンサートですよ。でよくそれを飽きずにできるなという、私からすれば思うんですけど、やっぱすごいですね。好きなんでしょうね。もうそれが趣味と言ってるぐらいなんで、それぐらいやっても、成り立つのかなと思います。で、これだけのツアー本数で、これだけの観客を入れるっていうところがすごいですよね。それをずっとそう続けれるっていうところが、大抵はやっぱり観客数とかファンの数がね、なかなかコンサートに来るファンの数が、確保できなかったりして、大変なことが多いと思うんですけども、アルビーさんに関しましては46年間休まず、ツアーをですね、毎年年間60から70本をやっているという、これはなかなかすごいモンスターバンドでございます。しかも年齢が、ね、桜井さんは65歳ですけども、高見沢さん、坂崎さんは66歳になられたということで、すごいですね。このままですと70歳まで頑張れるんじゃないかと思います。ぜひね、70、80になっても頑張っていただきたいですね。もう伝説になってください。ということで、次行きましょう。これもすごいんですけど、親で子供で孫で3代揃ったファンもいるという、これね、どっかで聞いたんですけども、その親、子供、孫ですね、3代これ同じ家族で、見に来てるところとかもあるようで、これもすごいなと思います。大抵その、ね、その時代の、ヒットした時代の時のファンが、ずっと継続して見てることが多いんですけども、アルフィーさんに関しては、YouTube とかで Twitter とかで見る限りでも未だにですね、10代のファンが増えていったりとか、ね、若いファンも今からまだまだ増えていってるということで、で、なんか去年でしたっけ、氣志團万博かなんかのね、出られたようですけども、数曲演奏されたようですけども、それの評判のツイートがすごかったですね、去年ね。ツイッターの方にその氣志團万博でアルフィーが出てきた時の迫力というか、ね、威圧というか、なんというか、ね、迫力、さすがにその年季の入ったというか、バンドということでですね、やっぱり大迫力のライブをされたようでございます。はい、特にね、でもそのアルフィーさんってその、歌って踊るタイプでもないですし、もちろん楽器持ってなんでそこまでアクションできないんですけども、それでも迫力があると言われるぐらいのコンサートをされております。氣志團万博ね、私ちょっと見たかったですけどね、あれ映像あるんかな、あれ DVD とかあったらぜひ買いたいですけどね。はい、今でもファンが増え続けている、これ今言ったんですけども、ずっとファンがね増え続けている、これ大事なんですよね。そのコンサートを続けるにあたって、ファンの数が少なくなっちゃうと、それだけその規模も縮小しないといけなくなってくるんですけども、未だにそのでっかいホールとかでね、毎年大阪では大阪城ホール、東京では武道館とかでやってますけども、大阪城ホールとかも毎年もう私が物心ついてからずっと、もうね、毎年も年末といえば大阪城ホールということでね、私何人かとあれやってました、大阪城ホールの
ホール行くまでの、駅からホール行くまでのこのストリート、白店やってるところあるんですけども、まあコンサートの時に前乗りというやつですね、みんなが楽器持ってあそこのストリートのところでわーってやってる、あれに参加したことありますけども、何回かですね、ありますけども、そういう前乗りとかもやってました。で、今でもファンがどんどん増え続けてる。これ何が大事かと言いますと、そのファンっていうのは若い時からまあそこそこ年齢がいくまで、まあ、ずっとは見てれない場合が結構多いんですよね。そのまあ女の人ですと子育てとか、男の人ですと仕事が忙しいとか、いろいろこうありましてですね、その間中抜けする時も、結構多いと思うんですよ。でその時にですね、固定のファン、そのままですとその中抜けした時が補填できないっていうのもあるんですけども、アルフィさんの場合は若いファンからいろんな年齢層のファンがですねずっと増え続けてるんで、だから一定のこのツアーを46年間、保ってきてるんだなと思います。はい、次です。グッズなどのファンサービス、ファンサービスのところなんですけどもね、コンサート行きますとアンコールが2回ぐらいあるんですよね。少ない時で2回で、多い時で、3回ぐらい出てきます。帰ったと思ったら、3回目出てくる時が、たまにあります。年末なんかそうですね、大阪城ホールとかそういう時が、何回かありましたね。私もそんなにむっちゃ行ってるわけじゃないんですけども、そういう風なのがありましたね。なかなかすごいです。なんか大体そのコンサート1本でまあ3時間ぐらいですかね。まあ結構曲の量もすごいですし、そのちょっと後にも話すんですけど、なぜそんなに、3時間もですね、たくさんの曲ができるかというところも実はちょっと含む、後で話しますけども、でグッズなどの種類も非常に豊富でございます。まあ、普通、まあ、T シャツとかペンライトとか、まあ、歩き台のものが多いでございますけども、アビーさんの場合はいろんなグッズがありますね。まあ、食料品もありますし、フライパンとかもありましたね。そういう毎年毎年趣向を凝らしてですねグッズを作ってらっしゃる。最近はちょっと家庭的なものが増えてきたとか、おっしゃってますけども、そういうありきたりじゃないグッズなどもアルフィーさんの売りかなと思いますね。で次いきますけども、まあこれが一番ですね、このクオリティの高いファミレス、何が言いたいか、このクオリティの高いファミレスってどういうことかって、ここが一番ですね。はい、ジャンルが多数、ロック、フォーク、演歌、ハードロック、ヘビーメタル、バラードのいろんなジャンルが、一つのアーティストを 見れることによって全て楽しめるということですね。ここがすごいんだと思います。だからそのファン層が広い、まあ結構年配のね、当時デビューとかそこから追っかけてる人からですね、もう10代の若い人、もしくはお子様もひょっとしたらいるかもしれないですけども、そこまでですね、網羅できるジャンルの幅広さですね。でアルバムとかもね、もうまあ46年やってるんで、いろんなバイオリズムがあって、まあ、出だしはデビュー曲はラブレターというちょっと何て言うんですかね、ボサノバ調の、アコギフォークギターだけの、曲だったりとか、そこからどん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 激しくなったりとか、でいろんなプログレが入ったり、メタルに走ったりとか、でその時代によってですね、いろんなジャンルの曲を、46年でやってきてるというのがありますので、コンサートで、ね、それがうまくまんべんなく散りばめられてるという感じですね。でツアーとかですと大体 2days が多いんですけども、主要な都市でやるのは 2days が多いんですけども、大体1日目はその新発表の曲をやって、まあ、アルバムが出たらそのアルバムの曲をメインにやったりとかするんですけど、で2日目にその昔の、ヒット曲とか、ね、懐かしいのが、まあ、定番というやつですね、そういうのをやったりされてる感じでございますね。これだけのジャンルが揃ってるんで、まあアルフィーさん一つ見とくだけで、まあ、いろんなジャンルが楽しめる。今日はちょっとロックの味が欲しいなっていう時はロック聴けるし、今日はちょっとおとなしくフォークにしようという時はフォークのちょっと静かな曲、今日はちょっと泣きたいっていう時は、泣けるバラードもありますしですね、すごくいろんなものが揃ってます。で曲数もかなり多いんでね、
もう46年やってますからね、それがかなりの今になってですね、その凄さが、さらに強調されてきたんじゃないかと思います。はい、でこちらのボーカルが3種類3人っていうことですけども、通常のバンドですと、ね、例えば X さんとかでしたらボーカルが1人なんですけどもね、1人のボーカルがメインでこうずっとやるんで、まあ、大変なんですよね。で、まあ、1人のボーカルでやるとステージもそんなに長くやっぱりできないです。喉が潰れちゃうんで、なんで、結構しんどいですし、そのバリエーションもやっぱりその同じボーカルでやらないといけないんで、なかなか難しいところがあるんですけども、そこがこの3人の強みというのが、出てます。3人が3人とも歌えるという、高見沢さんも坂崎さんで、まあ、一番多いのが桜井さんですかね。3人ともメインボーカルが取れるんです。なので、曲も、いろんな高見沢さんメインの、バージョンとか、坂崎さんメインとか桜井さんメインとか3種類作れると。で声質もメインになると声質が変わってくるんで、これすごいんですけど、メインボーカルをやると声質違うんですけども、ハモると同じになるんですよ。綺麗に合わさるんですよね。これがすごいところなんですけども、この、3人でボーカルを分けれるという、だからまあコンサートも3時間ぐらいやっても、まあ高見沢さんが歌う曲もありますし、坂崎さんが歌う曲もありますし、そういうことでですね、長くたくさんできる、これは3人の、いいところですよね。1人のボーカルですとこんなにはできないと思うんです。でこれを分けながらこうコンサートも、その分より長くできる、長くできるから、ファンは楽しめると、もうお腹いっぱいになって帰れるわけです。まあ、そういう売り点がありますね。でアルフィーさんの場合は1曲でメインボーカルが3回変わるときありますね。スイッチボーカルって言うんですけども、最初坂崎さんが歌って、高見沢さんが歌って、桜井さんが歌ってみたいなのもありますしね。有名な曲ですとスウェット&ティアーズですね、汗と涙ですね。その曲ももともとは、高見沢さん一人で歌ってたやつですけども、いろいろアレンジを加えてですね、最近では3人で分けて歌う、バージョンとかもあったりとかね。もともとスイッチボーカルの曲っていうのはフラワーレボリューション、花博のテーマ曲でございますけども、あれは、なんでしょう、 A メロが坂崎さん、 B メロが桜井さん、サビのところが高見沢さんメインで、あとハモリがつくという感じでですね、こう3人で分けて歌えるという、だからこの3人のボーカルがいると、いろんな曲のバリエーションが非常に広がるんですよ。3倍になるのかな、はい、1人のボーカルよりも3人いるんで、いろんなこう味が、ね、塩コショウだけじゃなく、塩コショウ砂糖みたいな感じで、こう味付けがいっぱいできるというね、味付けのバリエーションが増えていくというか、調味料が、まあ、3人いてるんでね、ということでございます。ということで、この意外とマルチにジャンルが多数で、ボーカルも3人いるんで、ね、いろんな、歌の曲調が楽しめるということで、アルフィーはクオリティの高いファビュレス、何でも揃ってるのに、クオリティが高い、ね、他のバンドと違ってボーカルも3種類味わえる、というね、それがクオリティの高いファビュレスと、私が表現したところでございます。はい、といったところで、何分だもう14分ぐらい喋ってますけどね、まあ、ここがアルフィーさんのすごいところだなっていうのをね、昨日もちょっと高見沢さんについて出しましたけども、今日も連続で、出してみました。ということで、またね、いろいろ思いついたことをどんどん言っていきますんで、よろしくお願いいたします。はい、我々のね、オリジナル曲もこの後にありますので、お時間許せば聴いてください。最後にチャンネル登録よければお願いいたします。ということで、またこういう風な、まあ、解説じゃないですけどね、解説をしだすと多分ファンの方が絶対、いいんで、まあ私なりの、まあ、一応同じバンドをやってる、低空飛行でございますけども、同じバンドをやってるね、人間として、こういう風に見えてるよということを語ってみました。はい、ということでこの動画は終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。曲聴いてください。はい、一人
歩いていた僕が迷い疲れた夕暮れ風に向かい流れる人の波がいつも眩しくて明日残された道しるべ夕闇の向こうに消えてゆく思い出を思い出にしたくない、ずっと見ていたいこの夕日を10月秋の風の流れに向かい始めた僕たちは寒い冬を越えるために走り続ける、また一つ歩き出すから季節が変わってゆくように早すぎた足跡が消えてゆく、一つ踏んだ影日差しを浴びた街路樹のように華やかな恋に憧れた、壊れないようにずっと離れないように孤独なあの時あの夢しまい込んで、孤独なメモリー少しずつ歩き出すから、始めた僕たちは寒い